はい、こんにちは、歴史球です。今日のご紹介するテーマはこちら、ゴールドラッシュですね。まあ、古参のゲームフリークの方でしたらね、ご存知の通りライナー・クリザさんのですね、懐かしい作品なんですね。均衡のところですね、いろんな人がやってくるわけですが、それぞれの均衡にいかに多くの金が出るかを見極めましょうという、ね、非常にですね、そういうシンプルなゲームとなっておりました。というわけでですね、今日はこちらゴールドラッシュをね、ご紹介したいというふうに思います。 The Game Gallery。早速ですね、中の方ね、ご紹介していこうと思います。これね、鉱山にですね、どれだけ多くの金塊が出るかというのを当てていくゲームなので、まずこっちですね、これ今回のやつで入ったと思いますけども、これ鉱山タイルというやつですね。表面と裏面がありまして、ここのちっちゃいんですけどね、3から5人って書いてる面と、こっちのところですと2人用っていう書いてる面があるので、プレイする人数に応じた面、例えば3人から5人だったらこっちの面にして、こう縦に、まあ、こんな風にですね、タッ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 並べていただくわけですね。これでですね、鉱山が6つあると、こういうことなんですね。この鉱山のどこにたくさん金塊が出るかというのを当てましょうと、こういうことなんですね。で、こっちのカードのとこにはそれぞれの鉱山で働くキャラクターですね。これね、非常に可愛らしいアイコンがここと合致するようになってますんで、それがこちらの方にも6種類ほどいますので、このキャラクターたちと出てくる金と、残念ながら外れのクズ鉄と、こういうカードで構成されています。で、これをよく混ぜて山札にし、所有権チップと言われるチップを各色3枚ありますんでね、自分の分を皆さん引き取って終わったら、もうゲーム準備完了と、こういうことなんですね。非常にシンプルですよね。で、どうやるかというと、もうね、超絶シンプルですよ。手番だったらこれ引くだけで、さあ引きます、パキッ、外れ。これではどうするかというとなんですけど、これがどの鉱山から出たかを決めましょうというんですね。じゃあここですと、バシッとこう。で、これでも手番終わりですね。じゃあ次のね、プレイヤーの手番になったら、このバシッと引きます。バッと引いたと。こうなると、もうこれね、実は決まっていて、この、ここなんですね、これね。ほら、ここなんですよ。だからもう全然選択の余地はなくて、このキャラクターの鉱山に置くと。これだけなんですね。これ手番終わりなんですよ。で、次のプレイヤーになると、ペッて引くと、この殻が出たので、はい、じゃあここ置きますよと。で、次のこのプレイヤー来たので、こっち引いて、例えばこれ引いてここ置きますよと、こういう感じでやってるんですね。ちなみに基本的にキャラクターがいる列が空いていれば、そこにね、お金を置かないといけないとかルールがありますんでね、細かい点は間に合うのご覧ください。で、各鉱山の方に実はこのちっちゃい点々が書いてあるんですけども、キャラクター5人、5人しか入ってません。そしてこの鉱山の方はですね、必ず6枚置けるようになってるんですね。それ全部置ききるようになっているので、これを順々に置いていくと、これ全部マックスに完成したらゲーム終了と、こういうわけですね。じゃあポイントはどこにあるかというと、これ引いた時ね、ここに置きます。この時にこの鉱山でこっちに出るだろう金塊の所有権を主張することができるんですね。カード自分置いた時だけですよ。置いた時に主張できるんですね。そうすると次のプレイヤーがペッて引いたら、じゃあ私もここに来たら、じゃあお前行くんだったら俺もそこに乗るわみたいなね。じゃあ次のプレイヤーはってピッて引いて、わ、3金や、もう3金あげられるから、じゃあこっち置いてあげるわと。で、次の自分の手番来た時にここ来たら、もうこっちに置くわみたいな、こんな感じで徐々になっていき、どこかの列にキャラクターが置かれたりしていると、次第にそこにコインが集まってくる仕掛けになってるんですね。なんで基本的にはキャラクターがいるところの列になるべくお金を置かないといけないし、お金置けなかったら他置くしかないわけですけども、この肝心のキャラクターを置いた時にビットできるんですね。で、これが何かを示しているかというと、全部置かれた時ね、例えば最終的に6枚置けますんで、もしこの列がこんな風になってフィニッシュしたとすると、1点4点6点3点って合計15金分のコインがあるので、それを3等分するわけですね。青は2つ置いてるので10点、黒は5点と、こういうわけなんですね。なので最終的にここがこのように全て埋まりきった時にゲームが終了しますので、各列ごとに、例えばここだったらこのコインの方が5678コイン分あるので、お一人様しかいないので8点ですね。ここもお一人様しかいないので5点、ここも6点、ここのところはなんとびっくり16点みたいなことが、最後に前列について得点計算し、最も得点を得た勝ちと、こういうことになってですね。もちろん途中残念ながら置けない、つまりこれキャラクターカード引かないとき
受けないので、置けないと残ってしまったこのチップのところは0点とこういうわけですね。非常にシンプルなゲームなんですね。山札からカードを引いた瞬間、キャラクターだったら出す時に自分がチップを置きたいんだけど、あまりに早く置きすぎたらみんながこの鉄くずをガン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 と、例えばこのような感じで、おい、いい加減しろよみたいなことが起きるわけですね。こういうことが起きるので、どのぐらい早くするのか、でも乗りすぎたところに後から来たんじゃ割り算ですごい点数少ないんですよね、いうことがあるので、遅すぎず早すぎずっていう時に乗っていく。でもゲームはこれが全部混ざった山札を山札から1枚引いて、街灯のところにキャラクターだったら置いてチップをかける、またはこちらのコインのところだったら2位の列に出す、これだけしかできないですね。これを繰り返していきましょうという非常にシンプル極り前ですね、ライナークジャさんのゲームになっておりました。ちなみにこちらオリジナルは3人からしかプレイできなかったんですが、今回2人用ルールの方も追加されていて、最初からキャラクターを一定枚数抜いてくださいとか、コインを一定枚数抜いてくださいっていうのがちゃんと書かれていますので、これを抜けることによって2人用でもプレイできるという仕掛けになっています。先ほどのありましたこちら鉱山のところも、裏の方になるとそれぞれキャラクターとコインのカードが何枚受けるかというのはね、裏面でしっかり分かるようになってますので、最初から2人でプレイするルールも入っていますので、2人から5人で遊べるように若干広いレンジの方でサニーバードさんの方で調整されたルールが入っています。もう一つ、これ旧のプレイヤーはあまりご存じないかもしれませんが、オプションルールも入っています。先ほど私が申しましたように、実際の元オリジナルゲームは引いたら置く、引いたら置く、引いたら置くって、これしかなかったんですね。で、この時チップをかけるかどうかだけが問題だったんですが、オプションルールでは一定枚数を最初から持っておいてよくて、引いてどれか選んで出すと、このように変わっています。こちらの方が慣れたボードゲーマー初心には良いかもしれないということですので、今回のサニーバード3番のゴールドラッシュは2人からプレイできるっていうことと、ちょっと上級のカードに選択肢があるオプションルールが入っているというバージョンになっているっていうのはご承知いただいてよろしいんじゃないかなというふうに思います。The Game Gallery。 はい、というわけで、ね、ゴールドラッシュをご紹介いたしました。まあやっぱりですね、非常に名作というかね、シンプルな作品でですね、長く愛されてるやつなんですよね。なんですけど、最近ちょっとね見なくなってきていたので、サニーバードさんの方からですね、国内流通版が出たのね、非常に喜ばしいんじゃないかなというふうに思います。1点だけご注意です。これ動画を見てですね、なんとなくお気づきになったかもしれませんが、これ1回プレイするとめちゃくちゃカード偏ります。こっちに全部コイン、こっちに全部キャラクターとかになって、しかもキャラクターも全部種類別に並べるので、単純にガサッと混ぜると同じキャラクターブワー並ぶんですね、山札の中に。でコインもですね、なんか妙に偏ったのが出るので、1回プレイしたら相当混ぜないと、あのキャラクターが同じのばっかり出たりすると興ざめになっちゃったりしますので、プレイごとに1回しまうときにね、キャラクターとコインがこうなっちゃうので、どうしても山札で固まりやすいゲームです。なのでワンゲームワンゲームごとにですね、しっかりシャッフルすることをですね、非常に強くお勧めいたします。まあご存知だと思いますけどね、ぜひぜひ気をつけてですね、その辺プレイいただければというふうに思います。はい、というわけですね、今回ですね、サニーバードさんが叩き出されましたゴールドラッシュをご紹介いたしました。ザキムチャンネルの春九十九でした。はい、動画をご覧いただきましてありがとうございました。ザ・ゲームガイチャンネルですね、ボードゲームの専門チャンネルになっておりまして、様々なボードゲームのレビューとかですね、プレイレポートなどをお届けしております。もしですね、このチャンネルをお気に入っていただけましたらですね、チャンネル登録とかですね、個別の動画へのいいねボタンをよろしくお願いします。ザ・ゲームガイチャンネルの春九十九でした。